丸×クイズ第1回の安田記念、制した騎手の名前は安田である。丸か×か。はい、どうも、秘密家主婦映画総帥ハッチでございます。今回は安田記念ということで、第1回から第3回まで騎手としてはね、3連覇を果たしたのが安田孝義騎手でいいのかな。日本にね、モンキー乗り、今のこのこういう騎乗スタイルですね、これを普及させた騎手。それまではね、天神乗りなんていうね、乗り方をしてね、やってたわけなんですけども、まあ安田騎手といえば、その後ね、調教師としても活躍されてね、あのギリギリ調教師引退の頃がね、僕が競馬始めた頃かなということで、あの歴史に残る名騎手なんですが、まあ安田記念第1回から第3回まで制した騎手は安田騎手、ただし字が違うというネタでございます。というわけでね、今回 の安田記念フレダムザイ予想のポイントとしては、ローテーションのね、わずかな差っていうのが、このレースのね、馬の仕上がりっていうのを非常に左右しているというふうに見ております。そしてまあ特にね、ハンデ戦でも金量差が効く季節、目黒記念でも軽ハンデの牝馬が勝ったわけですよ。まあそういったところを重視して、まあ注目して予想していきたいなというふうに思っております。で、今回は印がですね、二重丸軸1頭、紐4点プラス、まあひらめけ大穴的に穴馬1頭、まあ、なんでね、紐が合計5頭を、まあ一応生まれワイドでという形でね、あのやらせていただいて、まあ馬券ね、買っていきたいと思うんですけども、今回の軸馬本命馬はネット競馬想定4番人気シュネルマイスター。ここからいきたいと思います。1番人気からはいかないんだね、これね。NHK マイルカップの次の週がビクトリアマイルだったっていうのが大きいんですよ。そうなってくると、安田記念まで、シュネルマイスターは中3週、グランアレグリアは中2週となります。これ非常に大きなポイントです。まあ、つまりですね、シュネルマイスター、これがですね、一旦天栄に放牧に行けました。まあ、つまり短期放牧に出て、環境を変えてリセットとも言えるし、まあ、最悪ね、ノーザンファームさんのね、手で一回チェックができたっていうのは、これ非常に大きなポイントで、前走と同じコース、今回も時計が速くなりそうかなというところでもあるんですが、時計の裏付けとしてはね、1分31秒6、57キロ背負ってそれで走れた。今回3キロ軽くなります、前走から比べて。これ大きいですね。まあ、つまり3歳馬で、コバとの4キロ差。これ平場だと3キロ差なんですが、G1 重賞だと4キロの金量差っていうのは非常に大きなポイントでしてね。まあこの3歳馬とコバとの金量差、この後どんどん詰まっていくんで、3歳馬はそれ以上に成長しなきゃいけないわけなんだけども、安田記念案外3歳馬馬券に絡んでる記憶ありますよね。リアルインパクトが9番人気で勝ったのはね、比較的まだ記憶してる人も多いところ、あれもだから金量差のおかげで最後ギリギリ伸びたわけですよ。で、まあ目黒記念見てわかる通り、ハンデ戦となったらハンデの軽い馬に極端に有利な状態、1キロ1馬身なんてよく言うけれども、いやそんなの関係ないよって思う週もあれば、そうじゃなくて案外ハンデ差って出るよねっていう、まあ、特にね、梅雨が近づいて週中雨が増えてきたりすると、そういう週がハンデが効いてきがちになります。今回まあハンデ戦とは違うんだけれども、馬齢による筋量の差なんだけれども、4キロの筋量差っていうのはそれぐらい大きい。グランアレグリア牝馬2キロ減と比べても2キロまず筋量差があるという点でシュネルマイスターが有利。そうですね、これだから同じに持ち時計って点で比べると、 NHK マイルカップ1分31秒6、ビクトリアマイル1分31秒0なんで、まあ、それでもこれが3馬身差あるって考えると、シュネルマイスターちょっと不利かなとはなるんだけれども、でもシュネルマイスターは中3周で天栄に帰ってこれたんですね。グランアレグリアは在休での調整となりました。これ去年のグランアレグリアがアーモンドアイに勝った時の逆パターン、この時はアーモンドアイがビクトリアマイルからの臨戦で天栄に帰ってくることができずに、だっけ天栄の方でよかったっけ、まあ足柄木か、帰ってくること、ノーザンファームにね、放牧に出すことができずに、まあ在休での調整となったと。まあ特にね、ロード神奈川3区は使いべりするとか、ディープインパクト3区は使いべりするなんて言われますから、この間使えなかったっていうのは大きいですよね。で、それに対して、グランアレグリアは去年は高松の宮記念から安田記念、約中2ヶ月半、十分休養を取ったわけですよ。まあそれを考えると、この中2周っていうのはグランアレグリアにとってマイナスだし、その分シュネルマイスターの方が先んじるんじゃないかと。中3周で中2周と違って、短期放牧
天栄なり信楽なり出してこれるからその差が大きいですよっていうのは、中2週で安田記念負けたアーモンドアイと中3週でジャパンカップを勝ったアーモンドアイ、去年のねこの比較からもそのこの中1週の差っていうのは明らかです。なので今回はシュネルマイスターの方を軸でいきたいと思います。まあ、そして想定一番人気のグランアレグリアなんですが、だからといって無印にはできない。まあね、アーモンドアイも去年なんだかんだで安田記念2着馬券には絡んでるわけですね。紐には入れなきゃいけないってわけですね。まあ中2週でのね在休での調整でも、まあ藤沢先生はその辺しっかりしてるからというところもあります。ただまあ疲れとかね、その辺がどんぐらい出てくるか、重馬場の大阪杯を走りで、ビクトリアマイルを走っての、まあ、G1 3戦目ですよ今シーズンね。まあ、そう考えるとこの中2周ローテってのは、このあと天皇賞秋向かうにあたって、まあ、アーモンドアイでやり尽くしたノーザンファームの鉄板の調整パターン、中20周ぶっつけ G1、 アーモンドアイは G1 4つぐらい確かそれで勝ってんだっけな。まあ、そのパターンにグランアレグリアを乗せようというパターンだと思います。鞍上馬はね、ルメールがグランアレグリア継続騎乗で、まあ、横山武史がシュネルマイスター、ダービーとリベンジっていう感じのね、ダービーのリベンジなるかって感じの2人ですが、ダービーで悔しい思いをした武史が勝つのか、ダービーではまあでもルメールも負けとるんかっていう感じでね、まあ2人がどっちがリベンジを果たすのかというような形で期待をしてみたいと思っております。まあ、そして2番人気インディチャンプ、ごめんねこれも消せないよね。まあ東京の今の馬場状態を金量差の方で、目黒記念はやっぱ金量の差が効いてウィン・キートスが勝ったよね、俺やっぱひらめいたよねという話にしたいところなんですが、これ僕がこれも馬券外したオークス、ユーバーレーベンが勝ったことまで、まあ、馬券外したことは思い出したくないけれども、でも馬券当てるためだから必死に思い出すと、ユーバーレーベン父ゴールドシップ、その父ステイゴールドで、ウィン・キートスもまあゴールドシップの子なんでね、まあ要は捨て子系が得意な馬場。そういえば去年の青馬賞もオルフェーブル3区のオーソリティが勝ってたなとか、あの時期オルフェーブル3区重賞で頑張ってたよな、結構オルフェ馬場って言ってたよな。この時期の東京って結構ね、こうやって雨の日が間多くて、こう芝生がガンガン伸びてくる時期って、ステイゴール向きの結構芝生に足を取られる馬場になるんじゃないのというようなところでね、その分馬場が硬くなってタイムも出るけれども、やっぱり芝をかき分ける力が必要な馬場になってるんじゃないの、ステイゴール向きの馬場なんじゃないの、インディチャンプ父ステイゴールドって書いてあるよという方に解釈すれば、本命は本当はこっちでもいいのかもしれない。ただね、やっぱり一昨年の覇者でもあるインディチャンプ、そうじゃん、一昨年の、ね、東京開催まで遡ればステイゴールド3区が G1 勝ってんじゃんとか、インディチャンプが G1 勝ってんじゃんとなるんだけれども、まあね、その一昨年の勢いが今あるかっていうとちょっと微妙なんで、高松の宮記念もね惜しかったけれども、まあ、高松の宮記念から直行っていいローテだけれども紐でいきたいと思います。まあ、そして3番人気サリオス、父ハーツクライ、その母父トニービン、トニービンといえば東京競馬場、東京競馬場といえば安田記念、ノースフライトとかね、トニー・ビンさん頑張ったよねとか話をし始めると、このまま本命でもいい気もしてくる。まあましてやね、対小馬初戦いきなり毎日王冠勝って、おそうじゃん東京競馬場それ以来じゃんと、いや結構ね安田記念面白いよこれ、それぞれの世代の東京系のマイル、東京競馬場のマイル一番向きそうな馬たちが揃ってる。大阪杯もね、馬場の影響もあっただろうし、それでも5着踏ん張ってるしね、マイルチャンピオンシップだって後ろから伸びてきて、これデムーロがね、変な騎乗しなければ多分突き抜けてたって言ってた人もいた。俺も多分重めの収集打ってたから、それが来てたらよかったなって思った。まあそしてね、鉄砲も2戦目も変わらず実績を残してる馬、てか安定した実績を残してる馬ですから、まあ正直これも買わざるを得ない。4番人気まで全部印が回っちゃってるのは、僕のやり方としてはもう1頭は消したいよなって思うとこなんだけども、この4頭が抜けてるかな、もう軸が4番人気だから許してぐらいの感じでね、ここまで買いでいきたいと思います。まあ、そして続いてですね、5番人気ケイデンスコール、まあ勢いはありますよね、勢いは。今年に入って金牌勝って、中山記念負けたけどマイラーズカップ勝ってと、まあ、マイル重賞2勝、ちょっと伸びると1個負けてるけども、これもねタイム差なしだしね、ここなんかすごい掴んだとこあるんだろうな、持ち時計的にも優秀だよねと言いたいとこなんだけども、これ全部56キロ、今回58キロ、ましてや G1 級のメンバーに囲まれるのも久しぶりと考えると、ちょっとね、ここは
正直ここ上位4頭と比べると1枚かまだ格落ちかなと。それでいて勢いだけで人気してくれるんだったら馬券的にはもう それこそ決して美味しいかなっていうところですよね。まあね、この馬がね、あのそのまま G1 突き抜けるぐらい強かったとすれば、マイラーズカップで前線したアルジャンナっていうのは多分強いし、まあ、アルジャンナの前提の2歳馬も今後活躍が期待できるかなとかね、 POG 的な話をね、ついし始めようかなっていうところなんだけれども、まあちょっとね、やっぱり格が落ちる感は否めないんで、コバ G1 級相手、うん、ここは一旦消しでいきたいと思います。そして6番人気ラウダシオン。この馬はね、明確に持ち時計が落ちますね。去年のマイルカップの勝ち馬ですから、この馬場への適性あるかなと思いきや、じゃあそういう早い時計に対応できているかっていうと、マイルカップの勝ち時計が32秒5と、去年、今年と比べて 0.9 秒遅いです。指数面とかね、持ち時計での評価ってことで言うと、その後のレースも含めて、この 0.9 秒遅いっていうのは、馬場差っていうよりは力差、まあ、ちょっと差があるのかなっていう気がしてしまうところです。なので、まあこれはね、まあ、前走から、KO 杯から中2周、これもだからノーザンファームに戻ってこれないローテですからね。中2周のローテ、前哨戦の勝ち馬。中2周で本番っていうのはありがちな前哨戦のローテなんだけども、最近のノーザンファームの調整傾向からすれば、前哨戦を使った馬は本番消しぐらいの勢いで、もうこれは完全な無印ですね。まあ KO 杯もね、2着馬もトラベスーラオープンクラスのオープン勝つかどうかっていう馬ですし、まあレベルが低かったと思っていいでしょう。まあなんとしても消しでいきたいと思います。まあ G1 もね、コバ G1 は2戦して15着14着、まあそのぐらいの着順だと思います。まあ、そして7番人気ダノンプレミアム。この馬ね、安田記念を2年連続大敗してるんですね。去年が13着、一昨年が16着、ただ今年はね、変えていきたいと思います。一昨年は前哨戦マイラーズカップを勝っての臨戦、去年はね、前哨戦というか香港で G1 使って3着からの臨戦と前哨戦を使ってたんですが、前哨戦を勝って本番負けるのがダノンの特徴だぞという形でね、今年もね、弥生賞ダノンザキッド前哨戦使って、その結果本番の大本番出ることすらできなかったわけじゃないですか。もう反省しろと、てかもう反省したんでしょうね。だからこそ今回のまあダノンプレミアムはちゃんとぶっつけ本番。まあ実際ね、高松の宮記念勝ったダノン、なんだっけ、ダノンスマッシュもね、今年はぶっつけ本番で使って勝ったわけですから、ダノンさん何また休み明け使ってんすか、だから負けるんすよみたいなことで考えると、ここはぶっつけ本番バンバン剤のローテーションです。最初からこうしときゃいくつあと勝ててたかね、 G1 という気もしなくもないぐらい、ここはね、変えていきたいと思います。まあ、そして最後ね、ひらめけ大穴って感じでですね、まあコーナー的にはこう毎回買い方をね、いろいろ毎回考えようって中で、動画分けることはしなくなっちゃったんですけども、ネット競馬想定10番人気かな、カテドラル、この馬からね、いきたいと思います。この馬、田辺に乗り換わって2000いいよね。2000ともまあ2着ですけど、まあタイム差もあれですけど、東京競馬場向きそうですし、これ持ち時計的にはここで十分通用しそうです。まあ、そうなってくるとね、やっぱ田辺、ここ2戦のこのしっかり手に入れた感と、まあローテーション的にもね、中8周開けましたから、ノーザンファームとしてはこれがベストぐらいの調整はできるレース感覚だと思います。まあそうなってくるとね、父ハーツクライ、母の父ロックオブジブラルタル、その父デインヒルか、ハーツクライにデインヒルって配合はね、まあいいマイラーがよく出てる配合です。東京競馬場向きハーツクライ3区のマイラーということで、ここは馬場適性バッチリだろうと。まあ、空手に負けてるんでね、空手と本当は迷うとこでもあるんですが、まあ、そこはね、ノーザンファームの調整力を優位に見て、この馬を最後の一頭に加えておきたいと思います。まあ、そんなわけで、安田記念 G1 ダービーの反省もバッチリ生かして、これまでの反省を生かして、こうやってね、当てておきたいと思います。以上、ハッチーでした。